もういない。いないわけじゃないけど。早いな、早いね。風が止んでない？なんか。ん？風が止んでない。いや、めっちゃボーボー言ってる隙が。あ、そう。ちょっと行く？うん。出発早いな。早く出ようと。汁もいるからさ、沸かしてくれる？じゃあ味噌汁分とコーヒー左右分左右左右、そんなにいる？うん、そんなにいらない。こっちはありませんの、こっちないです。お前がいや、私がそれ使ってないから、そんなに入れてないから。本当ハンカチ。で、よしめて。閉めたいんだ。持ってたでしょ、よ決めてで。戻したから。ハンカチなくしてるんじゃない？なくしたの。または食べちゃったんじゃない？いや、ギカ。少しだけ、もう少しだけ。何だけだね。少しだけ、少しだけ、そんなお見舞いだのなら、一日が素敵な思い出に変わる。すごい人だよ。これ水入れた方がいいかもしれない。熱々や。熱いね。どんげしよう、外行かねか。この風はやばい。どんげしよう、目がかゆい。もう外には出られない、目がかゆいから。と思うよ。片付けてきて。2人でやったら一瞬で終わるよ、ね。今日はテントがよーく乾いたわ。気持ちいいって言ってるから。気持ちいい。いつも苦しんだ人だーって言ってる。なんとかすくいだ。すくいだ。なんで踏まった？
二時間あった。大丈夫。大丈夫。どっちに進むんだっけって今考えたの。一呼吸置かないと危ないよじゃないとさ。あれちだ。あっちの魔女よ。あれちの魔女が出た。誰だあれちの魔女呼び寄せたのはお前だな。お前は呪われているに違いない。これは呪いの呪文。心臓、心臓ね。やだ。ボボボのおばあちゃんみたい。だった前担当ね。前って。前の席。ああ、それはするけど。私は後ろするから。ああ、行ってくるよ。よろしくは。あれちだ。ここは一体どこなんだ。取ってください。生姜も入れとこう。とりあえず入れてみるでしょうが。食べないでしょうが。生姜もう下に眠らせた。生姜ね。うわ、すっげえ出た。味微妙そうだから醤油足しとこう。
っちゃ美味しそう。うん。いただきまーす。いただきまーす。うわー。あの、超うまそう。超さっぱりだと思うよ。スープからいただきます。日焼けしまくったから染みるビタミン C かも。わー、超さっぱり。おお。おいしい。豚バラか鶏肉か迷ったんだけど、にらめっこした結果鶏肉になった、うん、胸と桃のミックスの国産若鶏。ホイブラッペあったロード。ホイブラッペしようか。松肉あったらヘベス鍋とかしたい。無理です。宮崎なんで。お取り寄せできませんか。うん、19円のチャンプ。チャンプだから美味しくなるかは分からんが、あまりのどうだしを入れてみよう。おお、使ってしまう。絶対多いよ。絶対多いです。絶対。いや、こんぐらい入れてよかった。あの、麺が入ったら、多分薄かったからさっきの。薄めに作ってあったじゃん。うん、ちょうどよくなってる、これと。めちゃくちゃうまい。うん。バッチリだよね。美味しい。うん。完璧です。完璧だったね。醤油足したのもよかった。実際これも、キャンプでレモンステーキしたから余っただけの話で。うん、そうか。それがなかったら、この鍋は存在しなかったと思う。前はだいぶ26度とかだけど、今28度だったけど。いっぱい上がるね。外は涼しい。ボタンを回収しないと。ボタンは残りいっぱいになる。黒く色を変えると。おいおい、まさか。ええ、すべき。どっちか。しかも。おいしい。うわ。ペチコレから行くとこはよ。いいとりますかな。私たち今まさに行ってるところ。本当に本当、歌詞当てはめないと。適当すぎるよ。やんばりしまくってる。無理やりしか合わせない。どうしたらいいの？私。わかんない。もうパンツ一丁で歩けって。なんで最近のこと言ったの？どうしよう。今寒い半ズボンで行ったら私ここへ地面で。洗濯した後に。洗濯した後にこれを履けばいいと。それは分かってるけど、洗濯してるときは俺が入れとくから、車の中で寒くないようにしとけばいいか。寒くないにパンツ一丁で入れて。毛布を。そういうことでしょ。くるんで すごいが入って、だからそこまでは入っときなさい。それシャースは途中で入れ替えせんってか。
何円かかったか、これなんだけど。1200円。割引がどうのこうのっていうの？もうプラス10分したってこと。Me.